はい、今日はですね、なぜレッドリール、スピニングリール、右で巻かなきゃいけないのか、こちらの方をね、ちょっと話していこうと思うんですけど、絶対に私は、まあ、あくまでこれ私の意見なんですけどね、絶対ね、右でやってください。いろんなやり方ありますか？まずね、私の場合、このまず持ち方からですよ。これね、ワンフィンガーグリップ。ここでこう持ってください。正しい持ち方。はい。で、ここにこうしますよね。で、ここの、投げた時に、ここ、指の先の腹、ここの腹じゃなくてね、この指先でここで、こう、ベイトをブレーキかけると。うん、で、この時に、やっぱ左巻きだとね、すごくやりづらいんですよ。これね。ほら。左で巻く。あのね、左巻きだと、対処が遅いんですよね。はい。だから、基本はこう、ワンフィンガーグリップ。まあ、自分は時にはツーフィンガーグリップでもやりながら、こうする。うん。まあ、こっちは、ワンかツー。これどっちでもいいと思います。はい。で、まあ、自分の持ちやすいようでいいですよ。で、手でこうやるでしょ。で、左でやってると、ね、これ右でやってると、グン、グン、グンってこう、グン、グンと、グン、グンって、これね、ショートバイト全部取りやすいんですよね。だから左だと、ワンテンポ遅れちゃうんですよね。うん。左利きの人っていうのは、まあ、日本だと大体約 5% って言われてて、左利きの人はまたちょっと違うんですけど、まあ、95% 右利きの人と仮定しますよ。ほら。魚がバイトがあった瞬間的フッキングの時は、グン。グン。早いんですよね。はい。だから、ベイトリール、あとスピニングも同じですね。右巻きは絶対いいです。左は、うちのチャンネルの方はもしよかったらやめてください。強制ではないですよ。どうしても体に馴染んでてね、左巻きじゃないといけないっていう方は、左巻きでもいいんで、強制力のあるものではないんですけど、まあ、こうですね。魚が反応があった時にすぐ反応できるのは、右巻き。すぐ反応できます。クッ。クッ。ですね。あと、キャスタビリティ。キャストするときですね。まあ、このように持ちまして。私な、こうなったらね、これ。片手で投げれちゃう。右だと。片手ポーンと。両手で投げなくてもいい。もう片手でピョーン、カチャッと。でできちゃうと。っていうところで、キャスティングのやっぱり精度っていう。あと、飛距離出したいときもやっぱり右巻きでないと出ないですね。はい。こう行くでしょ。ね。で、まあ、こう押さえて、こう持って、これで、グイーン投げて、パチッってやる。の時に、左手のベイトの巻きだと、ワンテンポやっぱ遅いんですよね。うん。ですから、右利きの人はね、大半の日本人の95%右利きの人は、右手でこれが巻くっていうのが正解です。はい。これはもう 100% そうですよね。それが違うっていろんな方ね、前から私のね、チャンネルに結構コメントで来るんですよ。高橋さん、左巻きやってください。右巻き違います。左巻きの方が、いいですよって言うんですけど、もう完全な真逆で、左巻きだと、とっさの時に反応できないんですよね、これ。本当に。だから、右で巻く。やっぱ右で主導権を持つっていうところ。あと、まあ、自分らみたいにね、まあ、そうですね、1980年代からまあ、釣りやってる人間にとっては、右巻き、当時左巻きなかったですから。はい。なので、もうずっと右巻きで馴染んでるし、ふっと反応があった時に、右手で巻くっていうのが基礎です。データ言いますよ。ね。欧米、ヨーロッパ、アメリカ、ね、イギリス、もう世界中の欧米諸国ね。90% 右巻きですから。この現実を理解してください。だから、左巻きがいけないっていうことじゃないし、ね、右巻きにしろって強制することも僕はできないけど、右巻きの方が、結果、釣果が上がるということですね。長期で見たら。あと、やっぱり自分らでっかい魚取るじゃないですか。小さいね、もう本当に小さな小魚、うん、とか取るんだったら、まあ、左でもやれんことはないですよ。うん、ただやっぱでかい魚取る。まあ、ビッグマーリンであるとかね、もう100キロ、200キロ。まあ、カジキマグロ。まあ、そういうロッド見てくださいよ。
右しかないですから。はい。なんでそういう風かっていうとね、人間が右利きの場合、ね、例えばカジキマグロ500キロの魚を取ると。ドラード380キロある。うん。それを取るって時は、ぐーっとやって、くーってやり取りして、こう、ポンピングですよね。ぐーポンピングして、ぐーっと。ぐーっと。この時にやっぱ利き手の方が力が入るんですよね。明確に。だから、その小魚釣るんだったら、まあ別に左でね、結構昔から僕のとこにそれでいい加減にしろってコメントが大量に来てて、左巻きになんでやらないんだっていうね、その左巻きにしろってこう命令してくるコメントの方が結構多くて、自分巨大魚、でっかいの狙ってますから、そういうでかい時と対峙するとき、やっぱり、右、左手で寄せてポンピング、ググッ、ググッってもう格闘になりますから、巨大魚の場合は。必ず右で、ぐぐぐ、ぐぐ、ぐぐっとこのポンピングですよね。あとやっぱり、右手でね、こうやって、右の、右巻きでね、こうやって投げる、こうやってね。ちょっとごめんね、竿はあれで振れないから、ちょっとこう振るとするね。この時にやっぱりね、右手でこう500回ぐらい振る。で、左のベイトリウムで500回ぐらい振る。まあ現場行って比べてやってみたらいいですよ。やっぱ投げれば投げるほど右手がやっぱりここね、手が邪魔になるから、ここ、左だとね。なんか右だとパンパンっていうのが早い。そして手際がいい。そして万が一ね、自分の格闘相手が500キロクラスの魚だった場合、とんでもない魚巨大魚いますからね、日本は。ネッシーみたいな、ビッシーみたいな、ビアゴってビッシーもいますから。そんな1トンクロスのがかかった時も安心してファイトできる。右巻きだとね。左でボンピングでくるくるくるって。もう格闘ですよね。2時間3時間のファイトになるんで、そうなると。ですから、結局右巻きでないと、でかい魚は取りづらいよと。取れないことないですけどね、左でも。はい。ですから、そこら辺でね、欧米諸国、何度も言います。はい。90% が、右巻きを採用しております。なぜならやっぱりでかい魚とのファイトもあるだろうし、右利きの人が左でこうやるといろいろな不都合が生じるんですね。ですから例えば際ですね、ああいう杭とかそこにあるじゃないですか。あそこの杭の際にパーン手際よくね、ポンポンとはめ込もうとした時はやはり右巻きであるとスポーンと片手でパーンってパーンと片手でかなりの飛距離が出せるんですね。この手首がひねりますから、ここでこう投げる時にこうクッとね、右のハンドルだと投げるときにギュンとギュンと、これだけでも飛距離がめちゃめちゃ出るんですよ。ギュンと、バス釣り、まあ釣りをねやられたことない方とか初心者の方にも言いますけど、キャストっていうのはね、私のね、うちでもね石丸先輩っていうのが投げても投げても飛距離が出ないんですよ。釣り素人のもんですから。で、何度も言うんですけど、飛距離出したかったら手首を使わなきゃダメですね。スナップ。これボクシングでも一緒ですよね。相手を KO しようと思ったら、こうやって普通に出すよりも、当たる瞬間にグイン!こうですね。グイン!グインってこうですね。右、グイってこう、内側からねじり込むように巻き込めて。こういう形。明日のジョーでもやってるわけだから、それは。はい。何十年前にも言ってるわけ。ですから、キャスト。いきますよ。キャスト。普通にポーン投げる。うん、今10メーターですね。手首。グイン。はい。30メーター行きました。ね。っていう違いですよ。その時に、左ハンドル、ね。右ハンドルだと、グイッっていうのが決まるんですね。グイーンって手首が。なんだけど、左ハンドルだと、ここが干渉しちゃって、グリーってなっちゃうんですよね。明確です、これは。はい。左利きの人はまあ例外ですよ。はい。ただ、右利きの人の場合は、そういう、杭ですね。うん。20メーター先の杭、あそこに、パンはめ込みたいって時は、やっぱり手首でスナップ返して、グイッグイッって時に、やっぱり干渉しないんですよね、右巻きは。はい。なので、右利きをおすすめしております。はい。強制権はないですけど、私の中ではね、右で巻かなければいけない。ベイトもスピニングも。そうでないと、やっぱり巨大と、なんていうかな、ファイトで、勝てないですから、それは。ね。勝つ気でやるんですからね。そうなった時に、やっぱり右で巻いた時の方がしっくりくるよねって、何遍やってもしっくりくると、うん、もちろん左をずっとやり続けた人はね、もう左の癖が来るから左のがしっくりくるっていう方もいるんでしょうけども、やり込めばやり込んだ時にこのやっぱキャストの時にやっぱりこう干渉しちゃうんですよね。左だと右巻きだと干渉せずきちんとこう手首を返してドーンとグイーンとこうね手首でギュンと止めることができるっていうところで、必ず右利きでやってください。そしてですね、何度も言いますけど、
欧米諸国、欧米諸国でヨーロッパ、イギリス、アメリカ、そうですね、そういうところでは9割が右巻きを採用しております。ですから右巻きがいかに素晴らしいか、はい。そしてね、まあ、中国という国がありまして、中国に関してはですね、ほとんど左巻きなんですね。はい。まあ、中国っていうのはそのね、バスフィッシングが入った時期が遅いものですから、やっぱり当時初めっから左巻きだったんですね、中国は。うん。だから、左巻きでそのままベイトも左がほとんどみたいになってしまってるんですけど、やっぱりね、このベイトリールとかの歴史は、やっぱりヨーロッパから日本からそっちの方がやっぱり歴史があって、やっぱり右で巻くっていうのが基礎中の基礎でないかなというのはね、やっぱ強く認識してます。はい。だからやっぱり左で巻くとやっぱしっくりこないですね、ほら。うん。手が干渉しちゃう、ここは。キャストの時にこうね、こう投げた時ですよ。ほい。こう投げた時に、ハンドルが上に来ないといけないんですね。投げた時にハンドルが下だと、投げて、ぐりぐりぐりって、やりにくいでしょ？右ハンドルだったら、キャストをギンって、ああもう上で、今ワールドシャウラー買ったばっかりの、これ今上で擦ったのびっくりした、ほんと。折れたらどうしてくんだ、ほんと。これね、右で、ギリって投げて、すぐにこう、干渉しない。全く違います。はい。で、この2フィンガー、1フィンガー、3フィンガーってあるんですけど、何かっていうのを、まあ、ちょっとレクチャーしていくんですけど、1フィンガーっていうのは、こうあったら、ここに1つかけるんですね。はい、このように。ここ。くぼんでますよね。ここにこうかける。これ1フィンガーグリップ。で、これでやるのも OK。で、自分は基本は2フィンガー。まあ、これは手のサイズとか、リールとの大きさとかで、自分がしっくりくる持ち方でいいです、これはね。うん、時には3フィンガーやる人もいますけど、もう3フィンガー、2フィンガーっていうのは、できれば1フィンガーがおすすめですね。はい。3フィンガーになると、ちょっとここがね、腹で、やっぱりこのベイトでね、琵琶湖でさ、広いとこでさ、ボーンぶん投げる釣りだったらいいけど、やっぱり自分はダムとかね、やっぱ船でボート乗ったりしてやるもんですからね、その時杭の奥、15メーター先の杭の奥にビューンってジャストで入れないといけないですから、キャストしてドンピシャではめなきゃいけないっていう時に、スリーフィンガーグリップでやってたら、やっぱりこうなったらね、親指の腹で押さえることなんですよね。やっぱ腹だとちょっとこれ、押さえが効きづらいという、コントロールしづらいと。ですからこのようにワンフィンガーグリップでこうやって、指先、親指の指先で、ここの左側ですね、うん、この、よくあるんですけどね、これね、ラインをこう押さえちゃうしてるんですけど、ここのラインじゃなくて、ここの黒いところの部分ですね。ここをこう持って、この指先でここの黒い部分を軽く振って触れるだけで、そのコントロールっていうのは簡単につきます。はい。というように覚えてください。ですからね、やっぱりその、このベイトリール、絶対右巻きこれ。ベイトは100右巻きですね。でないとでかいのと、左巻きでも取れるけど、でかいの。やれるけど、よりもう一個ワンランク上の釣りを理解しようとしたときに、絶対的に右でないと戦えない相手がいるってこと。うん。あと、キャスト精度、キャストのその精度ですね。うん。その時に、やっぱり右巻きハンドルが、やっぱり、よりベストじゃないだろうか。右利きの人にとってはね。うん。左利きの人だったらまた別になりますけどね、そこはね。はい。続いて、スピニングですね。こうありますね。右巻きでやってください。小さな小魚とか狙うときは、左でいいんですよ。左巻きで。ただ、自分はやっぱり夢、でかい巨大魚と戦うっていうのがモットーになってるもんですから、その際は、右でないと、ファイトしたときに、ゲッ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 とこう合わせるときに、やっぱり右でないとね、こう引くのがやっとだから、巨大魚は。100キロ、200キロ、300キロクラスになったら、持ち上げといって、なんとか負けるぐらいだからね。うん。安易に、そのね、10キロ、20キロクラスのね、小魚じゃないから、10キロ、20キロクラスの軽い魚になったらさ、まあ別に左巻きでもまあ、うん、やれないことないなって言うんだけど、やっぱ相手が200キロ、300キロ、500キロ、中には1トン超えてくるような魚がなった時はさ、左手でこう持ち上げるのがやっとだから。持ち上げた時に負けないんだよね。左巻きだと。右利きで右巻きだと、なんとか持ち上げてポンピングして、ぐぐぐぐぐもうこの勝負よ。だから、3回巻くのに1時間ぐらいかかるんじゃないかっていうぐらい、ぐーっと言いといて、ぐるぐるってなんとか巻けるっていう。うん。だから、でかい魚と格闘、うん。でかい魚がいつ俺の竿とかルアーにかかるかわかんない。いつ来るかわかんない。一生に1回のチャンスかもわかんないよな。うん。世界記録の化け物級の魚って言ったら。
だからその時にやっぱりよりファイトした時に勝てるのは、左でなんとか寄せて右でキュッとキュッと、あとショートバイト、あのね、右利きの人は右でやった方が、魚ね、小魚の場合、例えば40センチぐらいのブラックバス、まあ小さな魚なんですよ、僕から見たらね、40センチのブラックバスがクンって食ってきた、その時はやっぱりショートバイトの時はすぐね、合わせなきゃいけない、ガーンって当たりがいい時いいんだよ。ただ季節によっては今日はもうね、ブラックバスの活性が低くて軽くしか食わないってことがあるんですよね。で、こう軽く食ってちょっと食ってもうやめたとかね、その一瞬のショートバイトの 0.8 秒しか食わえないよって時にドーンって合わせなきゃいけない、その時にやっぱり、あ、今当たったなとだすぐ合わせなきゃいけないっていう時があるんですよ。その時やっぱり右で、右利きの人は右手で持って右で食ってゴンガンゴンってこうね巻くというふうにやらなきゃいけない。ですから、まあちょっと話長くなって申し訳ないですけどね、ベイトもやっぱりスピニングも右巻きで巻くっていうのが理にかなってるかなと。で、もちろんね、ずっと、左巻きでやってきた方、左巻きの方がいいよってまあ誰かに聞いて左巻きでやったっていう方はね、直さなくてもいいですけど、もしあなたの実力、釣りの技術をもう一個ワンランク上にしたいんだったら、あらゆるフィールドで適用したいんだったら、ベイトは右巻きっていうのが基礎ですよ。だから僕はそれを信じてやってます。はい。それ人によってやっぱり指の骨格とかまあいろいろあるからね、 100% の人に当てはまるって話じゃないです、もちろん。うん。ただ僕の意見と、私の意見としては、9割方の人はベイトリールは右巻きでやらないといけない、絶対。だっていつ何時ね、でかい魚が食ってくるかわからない、その時のファイト、右利きのいいキャストする、手首を返す時に右ハンドルの方がグンと返しやすい、投げやすいね、違和感がない、そして瞬間的なショートバイトでもキャンと右で合わせられることができる、いろいろ加味して結局右巻きに落ち着くっていうことですよ。何度も言いますけどね、これね、欧米諸国、ヨーロッパ、アメリカなどではね、9割が右巻きを採用してるんです。9割ですよ、いいですか、もうデータでわかるでしょ。で、まあ後進国、まあ、中国の人がね、ちょっと聞いてたらちょっと失礼かもしれないけど、まあ、中国いわゆるちょっとバス釣りが後から入ってきたみたいなね、日本よりもちょっと遅れて流行ったみたいな、ちょっと後進国っていう言い方でいいかな、ね、中国のは9割左巻きなんですよね。でもやはり長年歴史がある、やっぱり欧米諸国、ヨーロッパ、アメリカ、イギリスね、ブラジル、もう海外はもう9割が右巻きを採用しております。はい。ところがですよ、日本はね、左巻き多いんだよね。左巻き多くなっちゃったんだよね。まあこれはね、まあこれはその時、例えばそのプロでやられてる方が左巻きの方が右竿をね、右手でやった方がその人はやりやすかったんだろうね。その人の骨格とかその人の感性ではそれがやりやすかったのかもしれないけども、私の感性では 100% 右巻きでやらないとでかい魚との格闘でちょっと勝ちにくいぞと。まあ左巻きのハンドルでも取れなくはないですよ、何度も言いますように。だから左巻きのベイトリールをね、愛用してる人を批判する動画ではないんですよ。ただレベル、あなたのレベルをちょっとでも上げたいんだったら右で巻かないとギリギリのところで勝負で勝てないよっていうお話でした。それでは。